UQ コミュニケーションズ株式会社は東京都港区に本社を置く無線データ通信事業を行う KDDI グループの電気通信事業者である。UQ コミュニケーションズ株式会社は KDDI 株式会社が2005年6月に成功した YMAX 実証実験をもとに無線データ通信の事業化を目的として2007年にワイヤレスブロードバンド企画株式会社として 設立された。同年9月、第三者割当を実施し、インテルキャピタル、東日本旅客鉄道、京セラ、大和証券グループ本社、三菱東京 UFJ 銀行などが、資本参加し、翌2008年3月に社名を、現在の有給コミュニケーションズ株式会社に変更した。初代の代表取締役社長には、設立当初より、 KDDI 株式会社取締役、執行役員常務で、旧 d d i i d 往職が濃いモバイル部門としては、異色の国際電信電話出身の田中隆氏が就任していた。無線データ通信のサービスは、2009年2月26日から UQ、YMAX のサービス名称で試験サービスを開始し、同年7月1日から正式サービスとして提供を行っている。 現在の社団法人電気通信事業者協会による契約数調査による契約数は契約数参照。KDDI では2003年から YMAX 技術に着目、標準化作業に携わるとともに技術開発に取り組んできたとしている。2015年10月1日には KDDI バリューイネーブラーを吸収合併し AU4GLTE の MVNO である。 UQ モービレ及びエンビン事業等を運営したが、2020年10月1日に UQ モービレ事業は KDDI へ移管された。これにより UQ モービレは正式に AU のサブブランドとなった。社名の UQ は普遍的と高品質イコールユニバーサルクオリティの頭文字から名付けられた。かつ U には指キタスイコール指キタス Q には 大容量イコールクワンティティス、高速イコールクイックネスの意味が込められている。ロゴマークはユニバーサル、クオリティという社名の由来から感じるおおらかなスケール感と揺るぎない信頼感を表現し、コーポレートカラーのニュートラルなブルーは協調性とオープンな姿勢の象徴を表現し、作成された。ワイヤーワイヤレスなどに自社のワイマックス回線などをバックボーンとした。 公衆無線 LAN アクセスポイントを設備卸し提供している。詳細は u q i m a x を参照詳細は UQ モービレを参照出資企業の一つである東日本旅客鉄道は移動体通信事業の東京テレメッセージアステル東京東京デジタル本を参加に抱えていた新電電大手の日本テレコムの大株主だったが2001年に アステル事業を除きボーダフォングループへ売却した。2007年1月に同社は UQ の第三者割当増資の出資を引き受け、約6年弱ぶりに通信会社への出資を実施したことになる。ただ、このプレスリリースでは具体的な目的は記述されなかった。その後、サービスエリアに同社駅構内が含まれるほか、 ミリハや NTT ドコモのフォーマパケット通信を用いて更新を行っているトレインチャンネル、自動販売機などのワイヤレステレメトリング、乱配信のデジタルポスターといった通信手段を将来的にはエマックスへ代替する計画を2008年4月発表の2020年グループ経営ビジョンにおいて示したため無線通信による業務利用インフラの確保を狙ったものと推測される。 2009年11月より、首都圏のトレインチャンネル搭載車用で、UQ のテレビコマーシャルが放映されている。トレインチャンネル、デジタルポスターについては2009年度中にも、y m ク x へ移行することが発表されたが、未だ完全に移行されていない模様である。また、東日本旅客鉄道の本社 IT、スイカ事業本部の管轄で、2010年4月1日より、 UQ の MVNO 形態で同社が通信事業に参入した。JR 東日本グループ社員や取引関係のある法人を契約対象としている。2010年4月より JR 東日本リテールネット運営の一部の清津区駅売り店に取扱い商品のテレビコマーシャルや商品情報、天気予報などを小型の液晶ディスプレイで放映する。 キオスクデジタルサイネージの展開が開始され、この通信回線には UQYMAX が使われている。また、同社が運営するコンビニエンスストアのニューレイズの89店舗では、新型ポスシステムの本部、店舗間を結ぶ回線にも YMAX を導入、有線を利用したものに比べ、約6割のコスト削減を実現、店舗のリニューアルや移設にも対応しやすい、としている。 2009年10月より運行開始した E259 系電車、成田エクスプレスにおいて、経路沿線に設置したワイマックス基地局のネットワークを活用し、車内での無線欄サービスが JR 東日本によって開始されている。これは、当該車両の客室に無線欄のアクセスポイントが設置され、車両や寝上のアンテナが u q マックス基地局と送受信を行うことで、 ユーザーは無線 LAN によるインターネット接続が利用できるものである。u q i m a x 契約ユーザーは無料サービスの UQWi-Fi を利用する。また JR のサービスであるため独自のローミングによりソフトバンクテレコムが提供する BB モバイルポイントの対象ユーザーも利用できる。2010年2月25日より社内無線 LAN を使い、 有給のオンラインサインアップを行うことも可能である。この車両は他路線のトレインチャンネルに該当する液晶案内サービスのデータ送受信に YMAX が供用された最初の事例である。さらに2012年に運転を開始した常磐線特急用の E657 軽電車では蒸気 Wi-Fi プロバイダーに加えて YMAX レピータを車両内に搭載することにより u q マ m a x サービスを安定して使用することができる。先行して同様の車内インターネットサービスが東海道新幹線の N700 系において提供され、UQWi-Fi ユーザーも利用可能であるが、これは三菱電機が開発した4 0 0ヘルツ対周波数を利用した列車無線による通信システムであり、モバイルマ m a x を利用したものではない。 テレビ CM は2009年6月15日に開始する。2010年1月現在、合計7本のテレビ CM が放映されている。放送されたテレビ CM は UQ コミュニケーションズのウェブサイト、ゲットギャラリーで見ることができる。CM は広告代理店のプロデュースで芸能人が出てくる華やかなテレビ CM とは異なり、ユニークさとインパクトの強さを残す内容となっている。 2009年10月から放映されている CM には未来を買おうというキャッチフレーズが使用されている。このキャッチフレーズはコーポレートアイデンティティゲットはイマックスゲットフューチャーのゲットフューチャーから引用されている。2011年からは青一色になったガチャピンムックを起用。2015年 UQ モービレ初代イメージキャラクターとして後藤輝元を起用。2016年 UQ モービレの最初の CM からガチャピンだけがピンクに変更され、さらに掘った赤根と共演している。2016年10月からブルーム区ピンクガチャまたはブルーガチャ、深田京子、田部美香子、長野メイの家族という設定となる。CM ではピンクレディの UFO のイントロが流れ、歌い出しの UFO を UQ に言い換える。2017年12月の 乗り換えたいペーパー編から上記の家族の他にゲスト出演者が入るバージョンが放送されている。2020年3月1日から3姉妹がウィンクの楽曲寂しい熱帯魚に合わせて踊りをする CM が公開された。今回のダンスは原曲と同じ振付志向竜鼓が監修しており、この CM のために特別にアレンジされている。 また、UQ モバイルの TikTok 公式アカウントでは、ダンス動画のフルバージョンを公開している。2020年8月7日から放送の、シニア三姉妹ペンでは、松坂慶子大地真央、田中美佐子が、シニア三姉妹として初登場。ゲスト出演者 UQ モービレブランド誕生以降、独自の店舗も、UQ スポットを展開している。主に、 UQ モービルおよび u q は IMAX ブランドのサービスおよび同サービス対応端末の販売とサポートを行っている。その多くは au ブランドの端末を併売している。一部で au ショップからの転換が見られる。インターネット上の公式オンラインショップや家電量販店、一部レンタルビデオチェーン店等での取り扱いがある。12月18日ク米、自社による MVNO サービス UQ モービレを開始電気通信事業者協会のデータに基づく。2010年3月までは市販機ごとでの発表だった。そして2013年10月から電気通信事業者協会の契約実績発表から離脱しており再び市販機ごとの発表となっている。ありがとうございます。